MMB48 の元メンバーである吉田あかりさん。最近では、アイドルとしての活動以外にも、YouTuber やコスメプロデューサーとしても大人気を誇っています。この記事では吉田あかりさんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、吉田あかりの出身大学。吉田あかりの出身高校、大阪学芸高等学校、吉田あかりの高校時代、吉田あかりの出身中学校、堺市立浅香山中学校、吉田あかりの中学時代、吉田あかりの出身小学校、堺市立浅香山小学校、吉田あかりの小学校時代、吉田あかりの出身地と実家の家族構成、まとめ、吉田あかりのプロフィール、吉田あかりの出身大学、吉田あかりさんは大学には進学せず、高校卒業後は芸能活動に専念しています。MMB48 ではトップメンバーでありながら、AKB48 の総選挙でも人気が上昇しました。YouTuber としても大人気で、MMB48 のチャンネル登録者数を上回る人気を誇っていました。吉田あかりの出身高校。吉田あかりさんの出身高校は大阪学芸高等学校特技コースです。丸、大阪学芸高等学校特技コースは偏差値45の学校です。吉田さんは2012年4月に高校へ入学し、2015年3月に卒業しています。大阪学芸高等学校、学校名大阪学芸高等学校、学科、コース特技コース、偏差値45、所在地郵便番号 558-0003 大阪府大阪市住吉区長井1丁目4の10も。最寄り駅鶴ヶ丘駅、長井駅、JR 阪和線。著名な卒業生徳田浩二、吉田あかりの高校時代、大阪学芸高校は、大阪にある私立の高校であり、特進コースや看護コース、特技コースなどを設けています。特に特技コースでは、芸能活動にも寛大なようですので、すでに芸能活動を行っていた吉田さんには良い選択だったのではないでしょうか。高校時代の吉田さんは、MBM48 のメンバーとして人気を博し、多忙な生活を送っていました。高校2年生の時には、AKB48 アンダーガールズにも選ばれており、売れっ子アイドルとなりました。吉田あかりの出身中学校。吉田あかりさんの出身中学は堺市立浅香山中学校です。丸、吉田さんは2009年4月に中学校へ入学し、2012年3月に卒業しています。堺市立浅香山中学校。学校名堺市立浅香山中学校。所在地郵便番号 590-0018 大阪府堺市堺区今池町5丁3番8号。最寄り駅浅香山駅、南海高野線、公式サイト HP 堺市立浅香山中学校公式サイト。著名な卒業生小芝風花、吉田あかりの中学時代、小学生の頃から芸能界に憧れていたという吉田あかりさん。中学校に進学した吉田さんは、あらゆるオーディションを受けます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッド・ドリームの初代ポスターにも選ばれたことがあるようです。中学校2年生の時には、周りから勧められた MMB48 第1期生のオーディションを受け、見事合格。そして、翌年には正式に MMB48 の初期メンバーに選ばれ、芸能界デビューを飾ります。吉田あかりの出身小学校。吉田あかりさんの出身小学校は堺市立浅香山小学校です。丸、吉田さんは2003年4月に小学校に入学し、2009年3月に卒業しています。堺市立浅香山小学校。学校名堺市立浅香山小学校。所在地郵便番号 590-0018 大阪府堺市堺区今池町5丁 4-43。最寄り駅浅香山駅、南海高野線。著名な卒業生ブー藤原、お笑い芸人。吉田あかりの小学校時代。小学校時代の吉田あかりさんは、歌が大好きな女の子でした。
父が撮るホームビデオには、一生懸命歌を歌う吉田さんの姿が残っているそうです。そんな吉田あかりさんは、小学校2年生の頃から芸能界を目指すようになります。将来は女優になりたいと思った吉田さんは、ダンスや歌の勉強を始めます。小学校時代は、ダンスのレッスンや芸能スクールなどにも通っていたという吉田あかりさん。早くから、将来の夢に向かって頑張っているとは、素晴らしいですね。吉田あかりの出身地と実家の家族構成。1996年8月16日生まれ、大阪府出身の吉田あかりさん。実家の家族構成は、お父さんとお母さんに2歳年下の妹が1人いる4人家族。吉田あかりさんは、2人姉妹の長女です。今でも大阪にある実家で暮らしており、家族仲はかなり良いそうです。YouTuber として大人気を誇る吉田さんですが、動画作成には両親が毎回協力をしてくれているそうです。特に動画の背景は、すべて母親の手作り、また、握手会の衣装も母親の手作り衣装を着ることもあるそうです。2歳年下の妹は、時々 SNS などでもアップされており、その可愛さは姉に引けを取りません。吉田あかりさんは、家族思いであり、家族を幸せにすることが目標だそうです。とても理想的な家族で微笑ましいですね。まとめ、吉田あかりさんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。NMB48 の人気アイドルでありながらも、メイクアップ動画などでも人気を誇った吉田あかりさん。NMB48 は卒業しましたが、YouTuber やモデル、コスメプロデューサーなど多岐にわたって活躍中です。そんな吉田あかりさんのこれからの躍進に、ぜひとも注目したいものです。吉田あかりのプロフィール、こんな吉田あかり、吉田あかり、生年月日1996年8月16日。出身地大阪府、身長165センチメートル、血液型 AB 型、所属事務所ショーティトル。